皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。さて10月も半ばを過ぎまして、朝晩の涼しさに加えて日中も随分過ごしやすくなってきましたよね。そして町や山を見渡すと木の葉が色づき始めていて、すっかり秋を感じますよね。それでは今回の内容はこちらです。特集は自治会・町内会ってどんなことをしているのについて、その他イベントや募集、市政情報などをお届けする尾張旭ホットニュースをお送りします。今回も盛りだくさんの内容でお届けします。最後までどうぞお楽しみに。さあ、桜ヶ丘集会所にやってきました。今回はこちらから自治会・町内会ってどんなことをしているのについてご紹介します。お話を伺うのは市役所市民活動課の坂本さんです。坂本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、武田さん、自治会や町内会がどんな活動を行っているか知っていますか？そうですね、私も住んでる地域の町内会に加入しているんですけど、回覧板をこう回したりとか、地域の公園や町をこう掃除する印象ですかね。そうなんですね。今日は桜ヶ丘東自治会の伊達さんと中島さんに来てもらっています。自治会や町内会の活動について聞いていきませんか？そうですね、何年か後には我が家も班長が回ってくるので、前からちょっと聞いてみたいなと思ってたところがあったんです。でしたら2人に何でも聞いてみてください。わかりました。ちょっとどんなお話が聞けるのか楽しみです。それでは伊達さん、中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田さん、今日は何でも聞いてくださいね。はい。地域で差があると思いますが、自治会・町内会についてざっくり説明させていただきます。地域の交流の行事とか防災訓練などに参加したことはありますか？ちょっとタイミングが合わなくて、私はまだ参加したことがないんですよ。そうなんですね。自治会や町内会では他にもゴミ集積場や街灯消火器、防犯灯などの設置や管理、回覧板での情報共有、また自主防災や地域交流などを行っています。ゴミ集積所や防犯灯の設置や管理まで行ってたんですね。ちょっと知らなかったです。なんかでも私たちの生活にこう密着した活動があるんですね。で、地域交流も結構多く行われてるんですね。はい、地域交流や防災訓練などの時にはご近所さんと顔見知りになりやすいと思っていますので、こういう機会にですね、ぜひ地域の人との交流を深めていただきたいと思っています。で、そのために、このような名札をつけて参加をしています。なるほど。地域とのつながりがこう自治会の活動から始まることもあるんですね。ではこの桜ヶ丘東自治会の皆さんはどんなふうに交流をしてるんですか？はい、基本的には回覧板での情報共有を行っています。対面での交流は自主防災の活動として安否確認訓練を行ったり、集会所を利用した健康体操や健康麻雀会、映画鑑賞会などを行ったりしています。ちょうど先日も10月1日になりますが、安否確認訓練を行いました。安否確認訓練ではこのような札を玄関に掲げ、ご自宅の無事を知らせています。向こう三軒両隣で確認をする訓練です。今ご覧になっていただいている写真が先日の訓練の様子になります。玄関にこの札がかかっているから分かりやすくていいですよね。で、またこう近所の方同士で確認し合えるっていうのがこう地域とのつながりを感じられて、すごく安心できると思います。お話しした通り、桜ヶ丘東自治会では特に防災に力を入れて活動しています。こちらで防災の備品をご覧になっていただけませんか？ここに防災の備品があるんですね。ぜひ見てみたいです。こちらが防災倉庫ですね。はい、
武田さん、この中に入っているものを見てください。おお、すごくたくさん入ってますね。綺麗に整理整頓されてますけど、これどんなものが入ってるんですか？はい、こちらには非常用トイレ、トイレ処理剤、手洗いの消毒液、応急手当用品が入っている救急セット、トイレテント、バールやノコギリなどが入っているレスキューキット、車椅子、リアカー、タープテント、担架などを備えています。自治会で災害に備えてしっかりとこれだけ準備されてるんですね。いやー、たくさん見せてもらえてよかったです。ありがとうございました。でもこう訓練だったり防災倉庫だったり災害に備えてこれだけしっかり準備されているっていうのは何か理由があるんですか？はい、それは南海トラフ巨大地震に備えるためです。番組冒頭で地域の人との関わりをとお話ししましたが、もし私たちが、被災した時ですね、見知った人と過ごせたらストレスが少し軽減されるということになります。また緊急時に自治会で要支援者支援活動として体が不自由な人や自力で逃げられない人をみんなで助け合うということが私たちの目標なんです。確かにその災害の時こそ地域とのつながりというか助け合いとかってすごく大切なことですよね。はい、まだ自治会や町内会に未加入の方も今回の放送を機に加入して地域の人たちとコミュニケーションを取ったり防災に関心を持ったりしていただけたらいいなと思います。やっぱり普段からのコミュニケーションも大切ですもんね。では自分がどの自治会や町内会にあたるかわからない方やこれから自治会や町内会に入りたいという方はどうしたらいいですか？はい、加入するには自治会長、町内会長、組長さんなどに問い合わせください。役員がわからない方は市役所、市民活動課、コミュニティ係に問い合わせください。伊達さん、中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。武田さん、自治会や町内会についてのお話を聞いてどうでしたか？そうですね、私が想像していた以上に暮らしにこう密着した活動をされていて、あと地域の方との交流を普段から図ることによっていざという時にね、家族や自分の安心につながるんじゃないかなっていうふうに感じました。それでは坂本さん、最後に問い合わせ先を教えてください。はい、問い合わせは市役所、市民活動課、コミュニティ係、電話番号 76-8126 までお願いします。わかりました。坂本さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては終わり朝日ホットニュースのコーナーです。緊急地震速報、 J アラート訓練放送、11月2日水曜日午前10時から防災行政無線から訓練放送が流れます。朝日安全安心メールや防災アプリでも配信します。詳細は広報終わり朝日10月15日号でご確認ください。問い合わせは市役所危機管理課災害対策係、電話番号 76-8127 にお願いします。空き家の適正管理、空き家が適正に管理されず放置されたままになると防災や防犯、生活環境などに悪影響を及ぼす危険性があります。空き家を所有している方は定期的に状況を確認し、敷地内の樹木や雑草の除去のほか必要に応じて修繕や改修などをお願いします。問い合わせは市役所環境課環境施策係、電話番号 76-8134 にお願いします。皆さん、10月15日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。お好きな時間帯にご覧ください。次回11月1日号はご覧の通りです。どうぞお楽しみに。最後のアサピーとのゲームも楽しんでくださいね。それではさようなら。今回はあっち向いてホイだよ。アサピーがどっちを向くのか当ててみよう。あっち向いてホイ、当たったかな？次回もアサピーと遊んでね。